空間コンピューティング。未来のテクノロジーが私たちの目の前で現実となりつつあります。空間コンピューティングはデジタルと現実世界を融合させ、私たちの生活や仕事を劇的に変える可能性を秘めています。空間コンピューティングとは、現実世界の 3D 空間内でデジタル情報を操作し相互作用する技術です。従来のコンピューターの平面的な画面から飛び出し、私たちの周囲の空間全体をインターフェースとして活用します。この技術の核となるのは、拡張現実や仮想現実、そして混合現実です。これらを組み合わせることで、現実世界にデジタル情報を重ね合わせたり、完全に仮想の環境を作り出したりすることが可能になります。空間コンピューティングの応用範囲は幅広く、教育、医療、建築、エンターテインメントなど様々な分野で革新をもたらすと期待されています。例えば医療分野では、外科医が患者の体内を 3D で可視化しながら手術を行うことができるようになるかもしれません。この技術を実現するためには、高度なセンサー技術、人工知能、高速通信網などが必要不可欠です。現在多くの企業や研究機関がこれらの要素技術の開発に取り組んでいます。しかし空間コンピューティングには課題もあります。プライバシーの問題や長時間使用による健康への影響など、社会的、倫理的な側面にも注意を払う必要があります。技術の進歩とともに、私たちの日常生活や仕事の在り方も大きく変わっていくでしょう。